に吸い込まれる時の。チヨちゃん、離れないでね。異常事態、一体何をしたの？先輩、サインを発見したんですか？このままじゃ、部屋中の人間が巻き込まれるぞ。発信先が悪かったな。二階の深部とつながろうとして、力の本流が強すぎて今の我では制御しきれない。真空に通じたようなものだ。意志ある存在は丸ごと吸われるぞ。ギギギ、せいぜい覚悟して挑むことだ。大丈夫？なんだか初めて異界に引き込まれた時を思い出しますね。慣れちゃって驚きや怖さは薄れちゃったけどね。これがムーン。こうして近くで見ると怖いくらい大きいね。壮大。異界で普段見るときは遠くに見えているだけでしたしね。この向こう側に神様とやらがいるわけか。そのもんは開かないよ、亮太郎くん。こんばんは。夜が一人、その姿、学園長から分離したの。ソラさんとユーゴさんはどうしたんだ？あれだけ散々な目にあったのに、それでも二人が心配なんだ。ふふ、信也くんは中堅の鏡だね。あれだけ散々な目にあったのに、お前も、もしかして。ソラや君たちにやられたクソいまいましい記憶も、チヨちゃんでたっぷり楽しんだ愉快な記憶も全部覚えてる。おかげで私の予定は全部めちゃくちゃ。こうなったのは全部あなたのせいだからね。だから逆恨みなんてしないでね。あなたがどの道消えてなくなることですよ。皆さん勢ぞろいで、一体神に何を願いすがろうとしているのか。ソラさん！
心配してくれてありがとう、深夜。やっぱりあなたは優しいですね。でも、私はもう空を卒業したんです。記憶を見たのなら、深夜も知っていますよね。私はただのしがない憂鬱のモナーク、彼の従者。ちゃんと名乗るのは初めてですが、モナークとしてはトリスティアという名前だってあります。あなたの共感のおかげで、私たちも魂に保存された記憶を思い出すことができました。何度も巻き戻った世界のことを。当然そこにいる私のまがいもののことも。だから先んじてあれを分離して、契約者である彼の支配下に置くことができました。ええ、よかった。何を安心してるの？やっぱり君たちは何も分かってない。5番目のバッドエンドが増えただけだってのに。こんな輩の言葉など気にする必要はありません。ただ叱るべき結末で幕を閉じるだけですからね。ユーゴさん、深夜、お前はこちらに来なさい。神宮の人間としての役目があるのだから。役目？私たちはこの世界のために、彼を消し去らないといけない。何を言ってるんですか？落ち着け。不用意に近づくんじゃねえよ。伊達さん、親子の語らいに水を差すのはよしてくれませんか？そもそもどうしてあんたがここにいる？資格を持ち、サインを見つけた人間しかここには来れないはず。ユーゴさん、どういうことですか？君たちは先ほどからユーゴ、ユーゴ、ユーゴと私を呼びますが、その名前は空と共にこの国で過ごすために手に入れた仮初めのもの。本当の名前ではありません。本物の空がいない今となっては、ただただ憂鬱な響きの名前です。私の本当の名前はヒューゴ・クロムエル。もしかしてあなたが H.C. クロムエルの初期の著者？あの初期を知っているなら話が早い。クロムエルの初期の著者は全てのモナークを倒している。つまりユーゴさんも資格保持者。君には感謝をしています。全ては君と共感でつながったおかげ。
君の巨食の権能の力、魂操作の力がきっかけで、これにかけさせていた認識操作が解けました。亡き空への愛を思い出せました。彼女の意志を継ぎ、彼女の愛した世界と学園を正しく守る覚悟を得られました。いや、巨食のモナーク、そのまがいもの、たまたま生まれ落ちてしまったエラーにもかかわらず私を救ってくれたことは感謝します。違います、そのまがいものです。モナークだとかまがいものだとかエラーだとか、私のお兄ちゃんに嫌味なこと言わないでください。作られた存在だとしても、お兄ちゃんはお兄ちゃんです。一人の人間です。人間、どうしてそう思うのですか。作られた存在であり、この世ならざる異常な力を使うのに。力で作られたかどうかは関係ありません。それに権能を使えるのはお兄ちゃんが契約者だからってだけじゃないですか。ユーゴさんも同じでしょ。全然違うさ。彼は契約者ではないのですか。一つ疑問に答えてあげましょう。君の力に対応する霧は見当たらず、君の力に対応するイデアも見つけられない。当然です、あなたは契約などしていない。夜同様に私のイデアを源として、もともと持っていた力を使っていただけなのですから。それに契約者は権能を使えても眷属を刺激する力は持ち合わせない。君が眷属を刺激できるのは契約者じゃなくモナークのまがいものだからだ。人ですらない。君こそが巨食のモナーク、そのなり損ないだ。何を言ってるんですか。バニちゃんが巨食のモナークで、お兄ちゃんはバニちゃんと契約をしていて、傲慢、憤怒、嫉妬、色欲、強欲、怠惰、暴食、憂鬱、拒食、モナークは九柱しか存在しない。拒食のモナークは魂操作の力を奪うことを目的に、トリスティアが40年以上前に存在ごと吸収して取り込んだ。魂も含めた本物の空を蘇りさせるために。だが結局異なる属性の力はコントロールできず、諦めるほかなかった。そして取り込んだままだった巨食のモナークの核が分裂した夜から流出した結果、彼のような中途半端なまがいものになったようですが。少なくともバニタス、私の知っているモナークの中にお前のような存在はいない。
ギギギ。お前は誰とも契約なんてしていない。できるわけがない。そうだろう、得体の知れない何か。ギギギ。何かとはひどい言い草だな。だがその通りだ。ギギ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 ギ。お前からイデアの場所を尋ねられたり、契約を破棄したいと言われた時、我は何と答えた？答えられるわけがない。我にできるわけない。見当外れだと言ったよな。当然だ。ないものは知らない。ないものは消せない。そもそも我が一度でも自分がモナークだと言ったことがあったか？悪魔であることを肯定したことがあったか？それじゃあ本当に先輩は契約者じゃない。人の形をしたモナーク。理解いただけたようですね。彼は人のふりをした虚職。人らしく生きる価値も尊厳もありはしません。君は何度も夜に作り出された。自分によく似た意志のない同胞たちを見たでしょう。彼らと君とは一点の相違を除いて全くの同じ存在です。君だけがエゴや意志を抱けたのは、夜が流出した虚職のモナークの核を持っていたから。君にしろ、トリスティアにしろ、夜にしろ、エゴを育て意志を持ち、人間の真似事をするのは勝手ですが、どれだけ人らしく振る舞い人のような外面をしていても人にはなれない。勘違いはやめろ。人外のごっこ遊びなど嘆かわしいだけだ。相川さん、日向さん、深夜、駿河台さん、伊達さん、君たちが何を願うためにここまで来たのか察しはつきます。彼を救いたかったのでしょう。だったらどうなんですか？私はここに君たちを止めに来たのです。そもそも人外など救う価値はないと伝えたかったのもありますが、この門の先の存在が危険だからというのが理由です。あれの力は剣能の力と変わりありません。というより剣能はあれの力を借りたもの。非日常、超自然、常識外の力。何をどう願おうとその力の影響を受けた世界は何かしら歪みを抱く。霧や歪みを排することを願っても代わりの脅威が生み出されるだけ。門の向こう側に閉じ込められているのにはそれだけの理由があるのです。諦めて考え直してください。私が望むことはそれだけ。あとは君たちを傷つけるつもりはない。
トリスティアと夜はモナークとして異界に戻し、結界も解きます。駿河台さんと伊達さんが力を捨てたくないというのなら、監視はさせてもらいますが、それで構いません。共感の力で通じたからわかる。君たちは善良な人間だ。わかりましたか。君が消えてくれれば、君の存在をみんなが諦めてくれれば、あとはみんなが幸福になります。君という存在だけがハッピーエンドの邪魔なんです。諦めてくれますよね。残酷な世界どうなったっていいよ。お兄ちゃんのいないハッピーエンドなんてハッピーエンドじゃないよ。私も同じ気持ちだから。ここに来たのは世界のためなんかじゃない、君を救うためなんだから。あなたが消えたら今度こそ私一生自分を許せないし好きになれない。自分のためだけじゃない、私のためにも生きて。生まれがどうかよ、他のやつがてめえをどう言うかなんて関係ねえ。てめえはてめえだ。俺がそばを歩くことを認めた男なんだ。胸張って生き意地張りやがれ。歪みを抱えて生きることに罪悪感でも感じてるなら、償う方法を考えればいいことだろう。諦めたら絶対に許さない。あなたが何であろうと関係ない、どうでもいい。私の幸せはあなたと一緒に生きること、あなたをもっと深く知ることだから。だからお願い、いなくならないで。はあ、残念ですね。皆さんはもっと良識のある人間だと思っていたのですが、深夜、あなたは理解してくれますよね。ユーゴさん、あなたはここに来る資格を持っている。この門をくぐることができるなら何かを願ったんですか。いや、願えなかった。空をよみがえりさせることで空の愛した世界が壊れてしまうのなら、本物の空はきっと許してくれない。願いを口にする直前でその事実に気がついて目が覚めた。だからあなたは憂鬱のモナークを空さんの代わりにして全てを忘れようとした。そうだ、心苦しいが私の過ちだ。憂鬱に負けてしまった。私のせいでトリスティア、この狂ったモナークが
いたずらに生徒を傷つけることになってしまった。この数十年は無意味で最悪な夢、私の恥だ。それでも、仮初めだとしても俺にとっては幸せな夢でした。あなたが俺の知ってるあなたを全て否定するなら、あなたはやっぱりユーゴさんじゃない。ヒューゴ・クロムウェルという俺の知らない人間だ。先輩、あなたは俺たちの特別な存在です。だから俺たちに大切に思われている自分を否定しないでくださいよ。先輩が俺たちのことを同じくらい特別に思っているなら、なおのこと。全部あなたが俺に言ったことですよ。揃いも揃って、嘆かわしい。自分のエゴを尊び、世界に歪みをもたらそうとするとは。君たちはまともじゃない。エゴと欲望、狂気に駆り立てられた異常者だ。残念だが、私一人で世界を歪みから守るしかないようだな。力を貸せ、トリスティア、夜。加減して止められる相手じゃない。手段は問わん。一切の躊躇もするな。やっぱり人間は愚かですね。抵抗したところで、本気の私たちに勝てるわけないのに。綺麗さっぱり、かき消してあげます。今度は承諾も容認もいりませんよ。私だけ不自由で不幸な結末になんてさせないから。君は私の子供なんだもん。落ちるなら地獄の果てまで一緒だから。君さえいなければ、こんな結末にはならなかった。君の大切な人間は誰も傷つかなかった。せいぜい自分が生まれてしまったことを呪い悔やむがいい。世界の都合を無視したエゴ、私の、俺の捨てた感情に負けるなど。認めない。認めてたまるか。お前たちだけには負けんぞ。
ギギギ、無意に乱すな。お前の負けは確定だ。自分の意志を突き通せなかったお前はとっくにこの世界に負けている。黙れ、化け物ごときが出しゃばるな。トリスティア、夜、さっさと起きろ。クソ、早く戦え。俺の言うことを聞け。哀れな男だ。いっそまだ夢うつつのまま生きていればよかったもの。モナークが消える。イデアは砕かれてないのに。いや、先ほど砕けた。お前が望みを全て否定し諦めたから、自分で自分の願いを、欲求を、本心から全て否定したから。長年供給を断たれ脆くなっていたイデアが自己否定に耐えきれず砕け散ったのだ。お前の理念は消滅している。そんな、俺は彼女のことを思って諦めたのに。愚かなのはお前の方だったな。人の身でいらぬ心配をするからだ。ヒルコさん！ギギギ、安心しろ。命に支障はない。他の契約者と同じだ。イデアが壊れ、心を一部なくしているだけだ。っていうか、ソラさんと夜を倒しちゃったらダメじゃない。副長が消えちゃう。くそ、さっさとあの門に押し込むぞ。間に合います。っていうか、門の中で消えちゃったら。困惑、こんな。お兄ちゃん！落ち着け。不可能、先輩が消えてしまう。バニタス、何か知ってるなら教えて。どうすればいい？お前たちは神の存在を知ったのだ。なら、そやつが消えてしまっても、また資格を集めて神に願えばいい。人としてのよみがえりを、そう考えはしないのか？ダメ。よみがえりのできるできないじゃない。私の前で、また彼に消えてほしくないの。そうだ、取り返せるとしても、これ以上奪われてたまるか。お願い、バニちゃん。ギギ、人とは不可解な存在だ。誰も彼もまともじゃない。お前は悪魔だ。それもモナークのなり損ない。今まではユーゴのイデアから力の供給を受けていた。それが消えてしまい、今消えかけている。モナークは人間と契約し、その願いに対応したイデアから力を得る。つまりだ、お前たちの誰かが契約すればいい。そうすれば、こやつがモナークのなり損ないとはいえ、時間稼ぎ分程度のイデアは生まれるだろう。私がなります。お兄ちゃんの契約者に
バニちゃん、私まだ契約者じゃないし、大丈夫だよね。ああ。チヨ、お前はこやつに願うのだ。心の底から生きてほしいと。そしてお前は誓うのだ。何があろうと生きることを。お兄ちゃん、私の前から消えたりしないで。あなたは私の特別だから。だからお願い、生きてください。足りないか。信也君？先輩、生きてください。確かに歪みや世界のことは不安だけど、でもそんな理屈なんてどうでもいいくらい、先輩に生きていてほしいって思うから。それが俺のエゴだから。光が増した。どういうことだ。モナークが契約できるのは一人なんじゃないのか。いや、例外はある。魂の構造が似ていて願いが同じであれば可能だ。アカネちゃんやスミレちゃんみたいに。でも彼女らは双子、私たちは違う。お前たちはこやつの力で繰り返した魂の記憶を共感し合っている。それゆえだ、魂の構造が近くなっているようだ。だったら私も一緒に願う。私だって。てめえらだけだと不安だからな。お願いだから生きて。私にあなたとの約束を守らせて。またあんな悲しい思いさせないで。先輩、あなたがいないと私は寂しい。生きて。お願いだから私を一人にしないで。諦めるな。生きてりゃどんな問題だって一緒になんとかしてやる。だから生きろ。消えちゃ嫌です。約束したじゃない。私のそばにいて。消えたら許さねえからな。お願い、お兄ちゃん、私たちと生きて。ところでバニタス、これが私たちのイデア。今まで見たのに比べると随分小さいですけど。ギギ、
見るからに欠陥品だな。おい、そやつが完全なモナークでないのが原因だろう。理念の凝縮が足りていない。ゆえにお前たちが巨食の権能を使えることはないだろう。だがこやつが生きるだけなら数日程度は大丈夫だろう。ほっと安心。ビビらせんじゃねえよ。さて、のぞみ、しんや、ココロ、りょうたろう、ちよ、この門をくぐればお前たちの願いは叶うだろう。ねえバニタス、ユーゴさんが言っていたことは本当なの？この先で神様に願い事をしても世界に歪みが生まれたり、歪みを消しても別の脅威があるって。何を歪みとし何を脅威とするか次第だが、変化は多面的に作用する。お前たちがそう感じる結果もあるいは生じるだろう。それでも信じるエゴがあるのなら、叶えたい望みがあるのなら、この門をくぐるがいい。愚問だな。ええ、不可解な質問です。私たちの決意は固い。みんなで願いと誓いを果たしましょう。どうしたの、ちよちゃん。先にユーゴさんを保健室に運びませんか？それに皆さんお疲れのようですし、門の向こうでどんなことがあるかも分かりませんし、一度一息ついてからの方がいいんじゃないかなって。まあそれもそうだな。同意。準備は大切。それに門は逃げない。あ、じゃあユーゴさんは俺が連れて行きますね。それじゃあ教室で一息ついてから向かいましょうか。チヨちゃん、提案してくれてありがとうね。えへへ。ってわけで私たちは一度学園に戻るね。ギギー。